三遊亭一円遊没年月日、不詳、大正末は、落語家。本名は滝、梅三郎。はじめは、時和大熊大遊と名乗っている。明治二十年代末に、初代、三遊亭窓家遊門家で遊楽を名乗った後、1900年4月に一円遊と、改名。一時兼遊や石亭と不和になり一門を脱退し三代目。 春風亭流朝の一門に身を寄せ、春風亭小柳朝を名乗っていた時期もあるという、後に一園優に復帰。1902年6月に拠点を大阪へ移して、三遊派に属し法全寺公売亭に出演を、きっかけに大阪で活動を続ける。1911年2月に、初代園優の遺族の若柳流二代目家元、若柳義蔵の許しを得たと称して、 二代目、三遊亭窓か優を神戸で名乗り、東京へ、新派三遊組合頭取と称して、同年10月に、東京で、襲名披露を行う。これを見て慌てた二代目三遊亭小園遊が、1912年4月に二代目、園遊を襲名。元一園遊の大阪園遊と、元二代目小園遊の東京園遊の二人の園遊が出現する事態が、生じた。 芸の上では、東京園遊よりも、元一園遊の大阪園遊の方が優れていたという。四代目立花や、縁、京の仲介によって、大阪園遊は、東京、京都、大阪の三府では、園遊を名乗らないと制約して一縁遊の名に戻り、大阪に帰った。また一時三分は来帝コーラを襲名をもくろんだ時期もあったが、こちらも六代目さん。 バライテーコーラから苦情が来て名乗れなかった。しかし1912年の9月には、何は対象派が結成された際に再び、二代目、三遊亭窓化優を名乗った。東京では、この解明は認められなかったものの、以後情報では、修正演優で通した。1921年10月の吉本の連名に、見えるを最後に、消息不明。その頃没したと思われる。 時わず出身だけあって音曲に秀で時わずりん中の再来とまで言われた。初代園優門下の三遊亭一園優が、左園優が二代目園優を襲名する前に、大阪において、遺族の了承を得たと言って二代目、三遊亭窓化優を勝手に名乗っている。四代目立花や園、今日の仲介で一旦は名乗らないと制約したが、晩年にまた何度か大阪で、 園遊として講座に上がっている。ありがとうございます。